富岩鉄道の電車。富岩鉄道の電車。本校では、富岩鉄道、現在の富山ライトレール富山高線が保有した電車について記述する。富岩鉄道は、富山市内と神通川川口の岩瀬浜を結ぶ鉄道として1924年、大正13年7月に富山口岩瀬交換を開業。さらに1926年。 昭和2年12月には国有鉄道富山駅への乗り入れを果たし、全通した。この鉄道は開業当初より直流600ボルトにより電化されており、電車が運行されていた。1941年昭和16年12月1日、陸上交通事業調整法により、富山鉄道は富山電気鉄道、現在の富山地方鉄道に合併され、 同社の不願線となった。さらに1943年、昭和18年6月1日には、戦争遂行の要請から、不願線は、買収、国有化され、鉄道省の富山高線となった。この際、鉄道省に引き継がれた電車は、両運転台式で、車体長12から14メートル級直接制御式の、ボギー車に形式、ボイ系。 セミボ20系4両である。これらは、私鉄時代の番号のまま使用され、いずれも国鉄形式を与えられないまま廃車された。同時に買収された電気車には、電気機関車に形式2両、ロコ1、ロコ2、客車には1形式、ハイ置系2両があった。開業時には、名古屋鉄道から譲り受けた、木造4輪、単車2両、モハ10系、10。 11があったが、両社を接合する改造名義で、普段専用防ギー車を製作する目論みで、日本鉄道自動車で工事中に買収となり、鉄道省には引き継がれなかった。この車両は1944年に、富山地方鉄道も、破30系、30、として落成時、後に区破150系、151、となっている。旧車体は、日本鉄道自動車から、 長子電気鉄道にわたり、客車、ハフ受刑として使用されたという。富段鉄道が開業時に用意した木造ボギー車で、1924年6月に2両、1、2が大阪鉄工所で製造された。記号として付されている、ボトは、ボギー車の意味である。前面は、当時の大阪電気軌道や南海鉄道の電車が採用したのと同様の大きな、 R のついた反流線型の5枚窓で、それぞれの窓の上部はアーチ型の曲線を描いている。側面は、片引き戸を両端に寄せたに扉で、窓配置は D22222D であったが、扉の上部も前面と同様のアーチを描き、2個1組となった、側窓の上部幕板にもそれぞれアーチ型の欄間が付けられているという、実に優雅な車両であった。 最大長は 12,065mm、最大幅は 2,628mm、最大高は 4,150mm、時長は17.65トンで、総定員は74人、内座席定員は18人、1942年、昭和17年座席半減後である。屋根は丸屋根で、終電装置は当初ポールであったが、百二十八年、昭和三年に、 パンタグラフへ交換された。英国メトロポリタンイコールビッカース社製の T4、D 型、主電動機も同社製の定格出力52.22キロワットのものを2個装備した。歯車比は15、69である。台車は日本車両製造、日車製の C 型を履く。1943年の国有化後も、そのまま富山高専で使用されたが、 1945年、昭和20年の太平洋戦争終戦直後に、旧車となり、1948年、昭和23年4月7日付で廃車されて、2両とも、富山地方鉄道に譲渡された。富山地方鉄道では、一時期建山線で付随車代用として使用した。その後、幸福線、現在の万葉線高岡軌道線に移り、 同線への新造車投入に伴って、両車とも除雪用になり、ボニは、笹津線に移った。1959年、昭和34年4月、幸福線が、下越能鉄道に譲渡されたのに伴い、ボイチは、同社の所属となり、1971年、昭和46年まで使用された。ボニは、その後主連動機を、ウェスティングハウスエレクトリック車制。 形式不明4個に交換し、制御機も飛立製作所製 RP 型に交換された。もともと装備していたメガボルト車製の電動機は、ボイチと共に予備用として、下越能鉄道に譲渡されたという。車体も後半張り付けによって更新され、優雅なアーチ型の飾りは失われて、前面も三枚窓となった。同車は、1980年、昭和55年に廃車となっている。 時期は、不詳、1950年代から1960年代であるが、富山地方鉄道では、デニ6000系、6001、6002を称したことがあり、その後9番に復したという経過がある。本形式は、電車の造備として製造された、反抗性ボギー車で、1927年、昭和2年7月に一行、20、 ボイチ型と同じ大阪鉄工所で1928年昭和3年11月に一行21が日本車両製造本社で申請された。形式記号のセミボとはセミスチール、反抗性のボギー車の意味である。基本的にボイチ系の形態を踏襲した両運転台の全面反流線型5枚窓車であるがメーカーが異なることもあって、 両者の形態はかなり異なる。20は、ボイチ型と同じ大阪鉄工所製であるため、形態的にはそれに近く、前面窓と、側面扉上のアーチ型曲線は廃されたものの、2個、一組となった側窓上のアーチ型の欄間は残り、前面窓上膜板には、モール上の装飾がある。最大長は 13,589mm。 最大幅は 2705mm、最大高は 4185mm、時長は22.40トンで、総定員は80人、内座席定員は32人である。側面窓配置は D22222D で、扉は両端に寄っている。屋根上には、水雷系通風機が3個乗っている。制御装置は直接式、メーカー不明で、 定格出力六十三点四一キロワットの電動機二個を装備する。歯車比は十七七十二台車は5一型と同様であるが、住友製である。二十一は、性能的には二十と同等であるが、後くらい、運転台の直後に荷物扱い設備を設置して製造されており、窓配置は d 二千二百二十一 d 3と前後比対象で、後くらいの扉は、 荷物扱いのため前くらいのものより幅が広かった。また、メーカーが違うこともあって、装飾は20に比べてシンプルで、側窓上部の幕板に1個ずつ長方形の欄間を付けているに過ぎない。最大長は 13,472mm、最大幅は 2,705mm、最大高は 4,197mm、次長は21.65トンで、 総定員は九十六人、内座席定員は二十八人である。台車は、再び日車 C 型に戻ったが、軸距は千五百三十ミリメートルとやや長い、ボイチ系、セミボ二十は千四百七十三ミリメートル。戦後は、両者とも千九百五十一年に、マット工場で、電装解除、後くらい、運転台撤去の上、非自動関節式、HL 制御機を装備して、 変運転台の制御車として、旧稲電気鉄道の車型と組んで使用された。その際にも、パンタグラフは撤去されずに残されている。1953年、昭和28年6月1日に施行された、車両形式称号規定改正では、区販5400型が予定されたが、その直前の同年3月20日付で廃車され、二十は静岡鉄道に十一は 学南鉄道に譲渡された。静岡鉄道に譲渡された20は、区波7として1955年、昭和30年10月に二代目も波7と編成を組んで使用が開始され、1960年代に廃車されたものと思われる。学南鉄道に譲渡された21は、区波21として使用され、台車は TR10 に変更された。 廃車は1968年、昭和43年である。本形式は、1928年7月被車税の木造二軸車で2両、3、4が製造された。富山鉄道破産、破4が羊で、破産は1934年、昭和9年、破4は1938年、昭和13年に廃車されていたが、1939年、 昭和14年に申請扱いで購入した。その際、貫通路を閉鎖し、ロングシートに改造している。1942年に再改造して、デッキを撤去し、総定員は74人、内座席定員14人で、側面窓配置は 1D6D1 となった。次長は、3が8.2トン、4が8.0トンである。国有化に際しては、客車に類別され、 派遷163、派遷164とされたが、実質は、電車用の付随車であり、電動車の間に挟まって4両編成でも、運転されたという。1947年、昭和22年11月5日付で廃車となり、うち1両の車体は、金沢機関区の倉庫として利用された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。